八津橋油田、八橋油田は、秋田県は秋田市八橋にある油田。本校では、その他の秋田県内にある油田、過去あった油田についても合わせて解説する。国際石油開発、定石国内事業本部は北工業所が産油しており、産油量は2013年現在で年間約1万6000キロリットル、10万バレル。油性は、 秋田市八橋、寺内地区を中心として、北は、外旭川地区、南は、荒谷地区まで広がっている。昭和20年代後半から30年代にかけては、国内最大の油田であり、産油開始から現在までの累積産油量は、国内最大である。八橋油田、黒川油田は共に、現在も、産油を続けている数少ない油田の一つである。 八津橋油田では定石が現在も数年ごとに敷水を掘って調査を続けているが未だに掘り当てられないと言われる。その一方、上新城、下新城地区などで原油が自然噴出し農地に流れ込む事故が時折起きている。現在の秋田市八津橋、寺内地区は古くから自然に油の出る場所があったようで南北に長い八津橋油田の地域を流れる川が 創生津川、クソーズ川と呼ばれている。クソーズは、石油の和名であり、臭い水の意図される。なお、寺内地区にある、寺内油田、寺内油田という地名が関連づけて語られることがあるが、これは石油を産する油田の意味ではなく、自社で使用する豆苗のための菜種油を栽培、採取した地の意味である。旧久保田藩の御用油商人であった。 近間前五郎は、慶応年間から、秋田周辺での油田の調校に興味を持っていたが、八橋屋在沼原で進出している石油を発見し、1869年、明治2年から、同地で本格的な採油を開始した。これが、県内初の油田開発とされる。1870年、明治3年に、奇妙寺境内に製油所を設置し、1872年、 明治五年に東京から石油ランプを取り寄せて、ランプと灯油の販売を試みたが、当時の生成技術は粗雑で悪臭が発生したため、売り上げは芳しくなかった。千カバのほか、久保田藩の食産工業を推し進めた、金安右門を祖父に持つ柿岡源十郎や秋田県、合わせ方を務めた小野組などが、明治初期の油田開発を試み、1873年、明治六年から、 外旭川地区や濁川地区かなし濁川、黒川地区、かなし黒川、以上3地区はすべて現在の秋田市北部で手掘りによる石油の採掘が始まったが、いずれも大きな成果を上げられずに親会社の倒産などで頓挫した。本格的に石油産業が活発になるのは明治20年代になってからである。南秋田郡旭川村濁川、 現在の秋田市濁川では、近間前五郎が1876年、明治9年から1897年、明治30年にかけて採掘を行った油田のうちの一つがあり、1902年、明治35年の秋田油田調査会による綱掘りを経て、1908年、明治41年に日本石油、現在の JX エネルギーが秋田に進出して、 本格的な開発を行った。1929年、昭和4年に、最盛期を迎え、年産18,600キロリットルに達した。1938年、昭和13年以降は、新たな油性の改作は行わず最用のみとなり、1978年、昭和53年時点では、年産1,216キロリットルにまで衰退した。ゆり群ん 浜村啓魂、現在の秋田市か浜かつラネでは、1919年、大正8年に、日本石油によって、本格的開発が始まり、1923年、大正12年に、年産1万1000キロリットルに達したが、1963年、昭和38年1月に閉山した。同村、刃川、現在の秋田か浜刃川では、1919年、 大正8年に宝田石油、現在の JX エネルギーが開発に着手し、1923年、大正12年に、年産1万800キロリットルに達したが、1966年、昭和41年2月に閉山した。黒川油田は、日本石油が1913年、大正2年に開発、年産15万キロリットル、 約94万バレルを超える大油田となり、日本有数の油田として注目を浴びた。黒川油田は昭和初期まで安定して、この年間産出量を維持し、これが元で秋田の石油開発はより一層盛んになった。八橋油田は1907年、明治40年頃から調査、試屈が行われていたが、1935年、昭和10年に、 日本工業、現在の JX エネルギーが本格的に産油を開始した。日本石油も相次いで開発に乗り出したため、八橋油田の産油量は黒川油田と遜色ないほどに多くなり、秋田県は日本国内の70%以上を産油する石油王国と言われた。八橋と黒川で産出された原油は主に土崎港地区と船川地区。 小賀市船川の製油所で生成されて、日本各地に送られた。そのため、終戦間際の1945年、昭和20年8月14日には、土崎の製油所が遅は、土崎空襲を受け、100人以上の死者を出した。戦後、八橋油田は、帝国石油、現在の国際石油開発、帝石が開発を受け持ち、各地に油性を掘って産油に当たった。その結果、 昭和30年代には、年産30万キロリットル、190万バレルに達するなど、北海道や新潟の油田を抑えて、国内最大であった。しかし、昭和40年代以降その産油量は、急激に衰退し、現在の産油量は、当時の1割にすら満たない。また、現在も、産油量は、減少傾向にある。1959年。 昭和34年11月10日、石油資源開発により、日本初の海底油田が土崎沖で発見され、ジャッキアップが高いよう掘削装置、白竜号にて、掘削が開始された。1977年、昭和52年、秋田沖油田が閉山となり、以後の海底油田掘削は、新潟県のみとなった。ただし、猿川油田でも現在の使用油性は海中に、 一致している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。